イブラヒム・バーダマシバ・バンギダは、ナイジェリアの軍人、第8代大統領。クーデターにより、大統領に就任し、ナイジェリア独立後最も自由で公正な選挙を実施したが、選挙結果を無効にしたため民生以降の遅延に、対する暴動を招き辞任した。イブラヒムは、クワリ族出身で、ナイジャ州のみんなで生まれた。 1962年12月10日にナイジェリア陸軍に士官し、オルシェ軍オバサンジョ軍政下で行政手腕を発揮した。1976年のクーデタにも関与し、電波放送で宣伝を行っていた首謀者の一人で、彼の友人でもある BS ディムカ中佐からあるラジオ局を解放した。放送は中断されたが、ディムカ中佐は逃亡した。 ババンギダはムハンマドブハリ軍政下でも政治的な地位を占め、1985年の中級将校によるクーデターにより権力を奪った。彼はブハリ政権による人権侵害を終わらせ1990年までに民政移管すると宣言し権力の座に就いた。政治的な面においてババンギダは前任のブハリや以後のどの軍事独裁者よりも世論に敏感に反応し、 情報操作することに長けていた。政権初期には、ブハリの下で交流されていた多くの政治家を解放し、自らを人権の回復者として振る舞おうとした。また可能な限り反対派を金で片付けることを好んだため、マラドーナとあだなされた。その一方で、国家元首のオフィスから送られた小包爆弾により暗殺されたジャーナリストのデレギワなど、 買収を拒んだり無視した反対者に対しては武力に訴えることもあった。ババンギダは当初の約束に反して個人の交流に関する悪名高い国家治安法2条を決して廃止しようとはしなかった。この法律では危険であると判断されれば大統領の許可のみで何人も人身保護や裁判を受ける権利を与えずに6ヶ月間交流する権限を政府に認めていた。 時間が経つにつれ、政権を刺激すると判断された労働組合や学生団体、さらにはジャーナリストやその他の個人の言論を封じるために自ら命令を下す事例が増えていった。ババンギダの外交政策の内日にまで重要な影響を与えている政策の一つは、イスラム諸国会議機構における、 ナイジェリアの地位をオブザーバー国から正規加盟国へ昇格させるという1986年の決定である。この決定に対して国民の半数を占めるキリスト教徒は猛抗議し、ババンギダは一旦は決定を撤回した。しかし、ナイジェリアの昇格を審議するジョン・シャガヤ委員会が設置され検討された結果正規加盟を認められたことを受けて、 ババンギダは再度昇格させる決定を示した。ババンギダの経済政策は少なくとも表面上は筋の通った合理的なものであった。彼は国営企業の民営化と規制緩和に向け軍と民間から最も実力のある人物を集めた。特に銀行業務の自由化と後のウルシェ軍おばさん女性検事における電話業務の自由化の基礎となった。 協定策定は注目されるものであった。ババンギダは IMF と世界銀行により提案された構造調整に対する指示を問う住民投票を行い否決されると1986年に自らの提案として IMF の融資を受け構造調整を開始した。SAP の下で実施されたのは卸売市場の廃止と 価格統制の除去とによる農業分野の規制緩和、高企業の民営化、輸出部門の競争力強化を図った内裏の切り下げと1970年代にごご及およびおばさん女性検事に導入されていた外資規制の緩和だった。1986年から1988年に IMF による政策が実施された結果、輸出部門では期待通りの成長が見られたが、 公共部門や都市住民の実質賃金は下落し、公共サービスに対する支出の急激な引き下げなどにより暴動を呼び起こす波を立たせ、不満の紛失により SAP の継続が困難になった。ババンギダはその後インフレ経済政策に戻り、部分的に規制緩和も取りやめた。そして資本投費が実質金利の低下を受けて再開したので、経済成長も失速した。 イブはナイジェリアの中産階級を消滅させた。後のおばさん女性権は自らの大統領選立候補の助けになったとの認識のためババンギラの腐敗と弾圧政策の追求に及び腰であった。ありがとうございます。